Hannah, Holly, Sam. Baka, baka, baka! あるところに小さな夢がありました。誰が見たのかわからない。それは小さな夢でした。小さな夢は思いました。このまま消えていくのは嫌だ。どうすれば人に僕を見てもらえるだろう。小さな夢は考えて考えて、そしてついに思いつきました。人間を自分の中に迷い込ませて、世界を作らせればいいと。剣を片手に不思議の国、いろんなものを切り捨てて真っ赤な道を敷いていた。そんなアリスは森の奥、罪人のように閉じ込められて、森にできた道以外に彼女の性を知る術はなし。2番目アリスはおとなしく、歌を歌って不思議の国、いろんな音を溢れさせて狂った世界を生み出した。そんなアリスはバラの花、イカれた男に打ち殺されて、真っ赤な花を一輪咲かせ、みんなにめでられ枯れていく。三番目アリスは幼い子、綺麗な姿で不思議の国、いろんな人を惑わせて、おかしな国を作り上げた。そんなアリスは国の女王、秘密な夢に取り憑かれて、朽ちゆく体に怯えながら国の頂点に君臨する。森の小道をたどったり、バラの木の下でお茶会、お城からの招待状はハートのトランプ。4番目アリスは双子の子、好奇心から不思議の国、いろんな扉をくぐり抜けて、ついさっきやってきたばかり。気の強い姉と賢い弟、一番アリスに近かったけど、二人の夢は覚めないまま、不思議の国を探して